今日の天才はウォルター・オブライエンさん。天才すぎたため学校が退屈で仕方なかったらしく、半不登校の幼少期を過ごします。そんな中13歳で NASA のコンピューターへハッキングし、世界トップクラスの情報を盗み出しました。それがバレ逮捕されそうになってしまいますが、犯罪の捜査協力で逮捕を逃れるという目的で起業し、13歳で社長になってしまいました。